皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。 GoTo トラベルがコロナ感染が増えた原因だなどというとんでもないことを言っている日本医師会の会長さんがいますけれども、これにですね、データから真っ向から反対している素晴らしい方が福岡市長の高島氏という方です。この高島市長ですね、アメブロでブログをやってるんですけれども、データをもとに GoTo トラベルと、そのコロナの感染の増加、本当に関係があるのかということでデータを用いて検証したところ、相関関係はほとんど見られないということで、きちっとした反論をしています。本当ね、日本一会とかの、ね、GoTo やめるとか言ってる人たちって全くデータも根拠もエビデンスもなく、なんとなく雰囲気で言ってるだけ。きちっとね、この福岡市長、高島市長のようにね、なんか反論するんだったらきちっとデータで反論すればいいのに、データで反論しない。本当、しかしね、この高島氏、本当に素晴らしい方で、著書があるんですけれども、これね、本当に素晴らしいので、ぜひ、この高島市長の本、読んでいただきたいな。それにしても素晴らしい市長だなと思います。